ここであのキャッチコピーなどもしあればめっちゃぶり <laughs> 決め台詞和用中お米はどんな色にも染まっちゃうぞかわいい <laughs> 食べたくなるお願いします <laughs> すごい急になんか照れますね <laughs> そうですねじゃあ、えー、私はお茶担当なのでお茶のキャッチコピーをさせていただきます、えー、ほっと一と息与えた もうやんちゃ。緊張。もう一回。もう一回。ほっと一息、温めます。皆さんの心を、癒しちゃお。お茶、癒しちゃ。お茶。あ、いいね。はい、お茶で。癒しちゃお。可愛い。ちょっとごめんなさい。は、噛みました。それも可愛いです。はい。はい。私ですね。私は、じゃ、野菜担当なので。 野菜をやります、えー、<laughs> 国産野菜みずみずしくて美味しいとよーおー,おー赤田弁はいちょっと初期のキャッチコピーをいじりました確か,に <laughs> かわいい懐かしいやつやってみました <laughs>、うん、なんか緊張したねちょっとドキドキしてます<に>今数が <laughs> <laughs> 秋元真夏です え私は普段から自炊をする時にお米は本当に欠かせない存在で毎日たくさん食べているのでその魅力を皆さんにも知っていただけたらいいなと思います。今日ははよろししくおお願いしますす元気の源はお米ですか そうですねもうお米パワーでライブとかも頑張れてますなるほど、はい、ありがとうございます山下瑞希です、えー、今日はお越しいただきありがとうございます、えー、私はもともと高校で茶道部の副部長を務めていたりあのたまたま昨日あの静岡にプライベートで旅行行ってきてで個人でもこう静岡のお茶を昨日買ってきたりお茶のお菓子を買ったりとお茶が普段から大好きなのでお茶の魅力を特にお伝えして でいけたらいいなと思っています。よろしくお願いいたします。お願いいたします。やはりお茶でリラックスする時間は好きですか？そうですね。ほっと一息お茶が好きですね。はい、野菜推しの与田ゆうです。よろしくお願いします、えー。私自身野菜大好きですし、地元にいた頃は家族や親戚と野菜を一緒に育てて食べたりもしていたので、今回このキャンペーンで野菜を担当することができて、とても嬉しく思っています。 今日はよろしくお願いします。お願いいたします。やはり旬のお野菜、美味しいですよね。はい、毎日食べてます。はい、よろしいでしょうか。